来たカイアポ畑、こことそれからここと、それからさらにここと、それからここと、ここと、それからこっちもだぜ。はい、ということでございましてですね、やってまいりました安納芋とカイアポですね。こちらの鶴を冬越し用に取って帰りたいと思います。はい、こちら安納芋の鶴ですね。先が紫色になってます。一番先端の方が紫になっている、これが安納芋の特徴ですね。これもミネラルがぴったり合ってるので、鶴がこんだけ太く大きく丈夫に育ってます。収穫はまだなので全部は切らないです。長い部分だけちょっと切ってきますね。はい、あまり積みすぎてもちょっと処理しきれないので適当な量にします。こんなぐらいにしますかね。結構大きいですね。自転車に引っ掛けて持って帰ります。はい、これで安納芋持ち帰りです。はい、やってまいりました。こちらもカヤポ畑です。あと安納芋です。はい、こちらはカヤポのツルだけを持って帰りたいと思います。あんまり取ってもあれなのでこんなもんでいいでしょうかね。はい、じゃあ持って帰ります。はい、切ってまいりましたカヤポのツルです。こちらをこれから葉っぱと茎だけに分離します。そして葉っぱの方は乾燥させてお茶にします。それから茎の方は適当な長さに切り揃えて、そして冬越しに向けて準備をします。はい、こちらむしり終わりました。葉っぱだけになっております。これを乾燥させてお茶にするわけですね。こちらむしり終わったものになります。それから葉軸を外して、それから束にして地面に植えます。はい、こちら安納芋のツルですね。これもちょっとカイアポ茶、カイアポの葉っぱのお茶と同じような感じで試作品として葉っぱのお茶を作ってみたいと思います。これもちぎりますね。はい、こんな感じで葉っぱを乾燥する入れ物に入れました。これで干しておきますね。はい、こちら葉っぱを取り終わって丸坊主にしたカイアポですね。こんな感じで土に刺しておきます。10月の陽気であれば十分発根する状態なので、この状態で発根させて、そしてプランターに移して冬越しに備えます。それで取れた葉っぱはカヤポ茶として使うわけですね。ということで本日はここまでにしたいと思います。よろしければチャンネル登録と高評価ボタン、それからコメント等ございましたらどしどしお寄せください。それでは失礼いたします。